猫の健康のサインについてのお話です。この中で痛みを抱えている子がいます。さて何番の子でしょうか。答えは7番です。よく見ると耳が少し下に下がっています。次にマズルが少し中央に寄っています。このように猫は痛みを抱えると耳、目、眉間、マズル、ヒゲにそのサインが現れます。大きな痛みだとしてもそのサインはとても小さい。だって気づきましたか？あの中にもう一人実は痛みを抱えている子がいたことを。愛病との楽しい毎日のために定期的に動物病院へ。